シューブラは中田由美による日本の漫画作品。双葉社の月刊漫画雑誌、コミック杯。2007年2月号から2011年5月号に連載されていた学園ストーリー漫画。テレビアニメが2010年1月から3月まで放送された。成績優秀だが下着にこだわりを持つ一風変わった中学1年生の主人公、早真ゆが周囲の人々に、 正しい下着の選び方、付け方を知ってもらうべく、下着同好会活動に努力する学園漫画で女性用下着についてのうんちく漫画としての側面もある。主題が下着ゆえブラジャーやショーツが描かれるのはもちろん、登場人物の妄想の形で援助交際やユりを連想させる場面など、やや戦場的な表現が品質する。一方で、 毎回のように女性用下着についての知識なども語られ、主に思春期における女性の適正な下着着用を訴えることを主眼とする漫画でもある。タイトル由来は、中学生のブラジャーの略であり、楽器の中ブラーベルとは無関係。私立桜南中学校にトップ入学した葉山奈優は、入学式当日、転んだ拍子に、クラスメートに派手なショーツを披露してしまう。 そんなナユの援助交際疑惑の真相を確かめようと彼女に接触した神宮寺やこと白石遥は三人揃って階段から転げ落ちた際、まくれ上がったスカートから覗く自分たちのショーツにナユが目を輝かせる姿を見てしまう。その場で遥かにアドバイスさえした彼女は実は下着のこととなるとつい夢中になってしまうちょっと変わった女の子だった。 周囲の人々が誤った下着をつけていると思わず手を出してしまう。なよは正しい下着について研究するクラブ、下着部の設立を決意する。問題によって一度は挫折した、なゆだったが、はるか、やこ、そして小町洋児や、教師の水野玉木らの協力を得て新たに、下着同好会を設立する。この物語は、下着の持つイメージゆえに偏見を持たれがちな主人公。 なゆが、それぞれの体に合った下着の重要性を問いつつ、奮闘する物語である。2010年1月から3月まで ATX、バンダイチャンネルにて放送された。全12話。バンダイチャンネルでは2009年12月24日から12月25日限定で、第1話のオンライン試写配信された。チューブラ、下着動公開放送室とは公表放送中の、 アニメチューブラン、や、その関連情報を紹介するラジオで、キャッチフレーズは、皆さん、恥ずかしがらず、可愛く、真面目に、がモットーである。パーソナリティは前半は、隅最こと、やはさゆり。後半4回は、千原美里と、ひかさようこ。コーナー放送回数、配信日など、ブルーレイ。 DVD2010 年3月24日から同年6月23日まで毎月1巻スター・チャイルドから発売された CD トレーディングカードテレビアニメ版のトレーディングカードが2010年10月28日にグラシアから発売ありがとうございます